クパロムニエは、ルーマニアのサッカークラブチームが、毎年参戦して開催されるカップ戦。1933から34年シーズンから第2次、世界大戦を除き毎年開催されている。現在優勝クラブには、UEFA ヨーロッパリーグのプレーオフラウンドへの、出場権が与えられている。また、同国の著名、ビールブランドのティミショレアナが協賛しているため、 クパロムニエーティミショレアナと呼ばれることがある。かつて決勝戦会場は、ブカレストのスタディオヌルナツヨナルで行われることが多かった。2008年に、新スタディオヌルナツヨナルが春行してからは、ブカレスト以外の地方都市で行われるようになった。大会は、ステアウアブカレストの24回を筆頭に、ラピドブカレスト、ディナモブカレストの13回とブカレストを本拠地とする。 クラブの優勝が多い。2005年7月22日、ルーマニアサッカー連盟は、サムスン電子と1年間のスポンサー契約を結んだ。それに伴いクパロムニエーサムスンに改名した。2006年10月9日、ビールメーカーサブミラー参加のウーサスと3年間の、スポンサー契約を結んだ。それに伴いクパロムニエーティミショアレアナに改名した。 2016年5月16日、ルーマニアサッカー連盟は、大会名の変更と総合スーパーマーケットを展開する、カウフランと情報通信業のアップックブロードバンド、スポーツベッティングを手掛ける、スタンリーベッドインターナショナルとスポンサー契約に署名したと発表した。2017年10月20日、賭博関連企業のカーザ・パリローラー等のスポンサー契約したと発表。 大会形式は毎年わずかながら改変しているものの、大まかな規定は2009から10年シーズンに基づいている。2試合制の準決勝を除きすべて1試合制のノックアウト方式を採用している。ブカレストと41県のサッカー協会によって行われる地方大会で、それぞれ1チームが全国大会に出場することができる。全国大会は、 ルーマニアサッカー連盟によって主催され、1回戦から5回戦までは、長距離移動を避けるために、地理的に近いクラブ同士で対戦する。なおホームゲームは対戦チーム同士を前年度の成績で比較し、会リーグあるいは同じリーグでも順位が、会の側が受け持つことになっている。七回戦から準決勝の対戦方式については、国内及び国際試合の日程との兼ね合いで、 変動するため、毎年フランスフランの理事会において一試合制か二試合制を決めている。一試合制になった年は中立地で行うことになっている。以下の表は歴代優勝クラブを都市別にまとめたものである。ありがとうございます。